ピア関西版ウェブをご覧の皆さん、どうも、キートップギターの小野武正です。この度、さよならバンドアパートという映画に出演させていただきました。はい、今回なんですけども、僕は普段ギターを弾いているのですが、ベーシスト役、しかも関西弁の、役をいただきまして、まあ、バンドマンですね、まあ、バンドの映画なんですけれども、友達のね、十条というバンドをやってる平井さんが原作を書いたというつながりがありまして、読んでいただきました。この映画なんですけど、まあ本当バンドをやったことある人だったら、まあ、少し共感できるところだったり、わそんなことまで表現しちゃうのっていうちょっと胸をえぐられるようなシーンだったりがありまして、まあ、単純なサクセスストーリーじゃないなっていうところがすごく面白い青春映画になっております。で、バンドとか音楽とか全くね、触れてこなかった方でもめちゃくちゃ楽しめる映画になっていますので、ぜひぜひ映画館に来て見てください。はい、そしてキートークというバンドを僕はやっているのですが、今、全国50本ワンマンツアーというね、とんでもないツアーをやってる最初でございます。しかも6月から9月でね、4ヶ月で回るというね、もうほとんど家に帰ってないので、東京の家は解約しました。嘘です。まあ、そんな感じでライブの方もぜひぜひ遊びに来ていただきたいなと思いつつ、今 KTP4 というね会場限定の音源も出しておりますので、これが5曲入りの音源なんですけども、5曲中4曲はサブスクで解禁されてるんですけども、5曲目のねチャルビーダンスという曲は聴いとく4人で初めて1曲を作った楽曲なんですけども、サブスクにも解禁されておりませんので、ぜひ会場に来て CD をゲットしてください。よろしくお願いします。そして2023年3月1日は7年半ぶりとなる日本武道館でのワンマンライブが決まっておりますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。それでは皆さん、さよならバンドアパート、そしてキートークともどもよろしくお願いいたします。以上、小野武正でした。